前回の戦闘を、戦闘二つ消費。以下の通り、装備変更。風水矢は、この後離脱するので、装備を外しておきます。報酬。波動の杖、司祭の帽子、光のローブ、ダイヤの腕は。38戦目、制御システム。制御、迎撃、防衛システムの3体編成。制御システムは、自分にリフレクを使用。迎撃、防衛システムが倒されると、物体199で9999ダメージ2回。その後、迎撃、防衛システムを再生する。迎撃システムは、毎ターン、透過レーザーを使用、対象の最大 HP の 10% のダメージ。防衛システムは、毎ターン、制御システムを回復。回復量は、3000で固定。戦闘が始まったら、すぐに風水矢まで順番を進め、メテオを選択します。制御システムには弱点や種族が設定されていないため、現パーティーで敵に大ダメージを与えられるのは、高位魔法を覚えている風水矢だけです。しかし、制御システムは常にリフレク状態を維持するように振る舞うため、風水矢の単体高位魔法で制御システムだけを攻撃することは困難です。デルタアタックで攻撃すればリフレクを貫通できますが、攻撃対象がランダムとなるため狙って当てることはできません。そのため今回は制御システムの一点撃破を諦め、リフレク貫通するメテオで音ももろとも大ダメージを与えるゴリ押し作戦でいきます。メテオなら全体に貫通と近いダメージを与えられます。当然、迎撃、防衛システムは破壊されます。制御システムだけになると、物体199で2人戦闘不能にされてしまうので、すぐにフェニックスノーで復活させます。物体199を2回使い終えると、今度は、迎撃、防衛システムを再生してくるので、それまでに風水矢をコマンド入力待ち状態にしておきます。制御システムが再生を使ったら、すぐにフレアで防衛システムを攻撃します。フレアは、栄翔時間0で発動するため、制御システムを回復される前に防衛システムを撃破できます。迎撃システムの透過レーザーは、対象の最大 HP の 10% 割合ダメージなので、さほど脅威ではありません。ローザは、ケアルダの全体だけで、復活した仲間を回復します。さて、メテオとフレアを使用したことで、早くも風水矢の MP が枯渇しました。このままでは MP 不足でゴリ押しができません。そこで、アスピルによる吸収で MP を回復します。ちなみに、アスピルの吸収量は、敵から吸うより、味方から吸った方が安定します。これで MP を補充できたので、再びメテオを使用します。あとは、しばらく先ほどの繰り返しなので、加速。ちなみに、メテオは栄翔時間10であり、選択から発動までに実に 21S もかかります。なお、今回の戦闘では、音も複数回倒していますが、こいつらは獲得経験値とキルが0であり、何体勝っても稼ぎ行為には該当しないので、OK とします。いいね。音も1回しか倒さない方法もありますが、その場合、1、まず防衛システムをフレアで撃破。
2、制御システムをエッジの戦うとリディアのダンシングダガーでチクチク削る。3、迎撃システムの透過レーザーはローザの祈るやケアルの全体がけでちまちま回復。4、最後に残った迎撃システムを撃破という手順になり、約40分かかりました。メテオを3回使ったら、同じクリスレス関数のクエイクで制御システムにとどめを刺します。同時に迎撃システムにもちょうどいいダメージが入り、この後の HP 調整が楽になります。今回もローザに経験値を集中させます。敵の HP を調整し、ローザ以外を間引きます。加速。迎撃システムは全体に最大 HP の割合ダメージを使ってくれるので、これを利用すれば間引きが楽にできます。ローザの経験値独り占め大作戦も今回が最後です。13333ギル入手、経験値1人当たり5万入手、ローザレベルアップ、レビテとリフレク習得。テイク2は2回でした。ついに念願のリフレクを習得しました。今までローザに経験値を集中させてきた一番の理由は、このリフレク習得のためでした。離脱、風水屋、加入、火炎。